こんにちは、平田イリアです。今回はどこに来ているかと言いますと、新宿にあるアビレックスさんにやってまいりました。あの、見てわかる通りレディースのお洋服もありそうなので、めちゃくちゃ楽しみにしています。今日のお洋服はフラットエイトさんの白い T シャツ、もうあったかくなってきたのでこの T シャツめちゃくちゃ使ってます。それにこのアロハシャツを着てきましたよ。アビレックスさんでもちょっと夏に使えそうなアイテム見つけてきますね。ではレッツゴー。ミリタリーウェアを中心に様々なアイテムを取り扱っているブランドアビレックス。新宿店は1階と2階でガラリと異なる雰囲気がありました。では早速入っていきます。ちょっと1個ずつ見ていきたいと思いますよ。マグカップとかもありますね。こちら T シャツコーナーですかね。レディースの形の T シャツかな。少しお腹周りがキュッとしてるような、これも後で着てみようかな。シンプルめな T シャツでずっと言ってる胸にポケットがある T シャツ欲しいと思ってるんですよ。なのでちょっとこれは着てみたいと思います。ここも色味がめちゃくちゃカラフル、ビタミンカラーいいですね。ちょっとあったかくなってきたので T シャツ多めかと思うんですが、デザイン性がすごいあって、腕のところがちょっと切れてたりして、なんかこういう生地感がここで切り替わってるのとかも可愛くないですか。キュッてできるんですよね多分。いいなぁ。ズボンコーナーですね。なんか不思議な、見てください、この横のところがちょっと色味違う生地が入っていたり、白のポッケとかもそう、こういう明るめのズボンもいいな。これも良くないですか。色味すごい女性的だけど、形的にはボーイッシュな感じでも着れそうな。ずんずん進んでいきますね。あ、見つけました、靴下コーナー。もうね、いいな、この丈の靴下欲しいなと思うんですよ。靴下買いすぎって言われちゃうかもしれないのでスタッフさんに相談です。そしてこちら、カバンがずらーっと並んでおります。よく見ると生地がすごいんですよ。これわかるかな、この生地感。今日の服の色味にもめっちゃ合ってると思いません。あれですね、中にバックインバッグみたいになってて、中のものも透けないように袋入れれる。めちゃくちゃ軽いです。しかもこういう生地感が違うのもいいな。ただのトートバッグじゃない感じがね、蛍光の黄色とかが入ってるのでかわいい。次奥に行きたいと思います。めちゃくちゃ見たいと思っていたレディースワンピースコーナーですね。今までのアメカジ女子動画であまり見ない感じじゃないですか。さっき表にあったのがこれかな。このワンピースもすごい可愛いんですよ。中がタンクトップになってたんです、さっき見た時。中がタンクトップで、で上にちょっと透け感のある半袖がかかってるっていう、これで1枚なんですよ。なんかね、本当にいつも見ない感じのものばかりなんで、こんなのもありますよって紹介しきれてないと思うんで、皆さんもぜひね、あの着てみて確認してみてほしいんですけど、こう色合いで女子感出るのもいいですよね。ちょっと裾に広がりのある感じのスカートですね。2層になってますね。中が迷彩かな、なんか迷彩な感じ。めっちゃ元気な色のスカート見つけました。じゃーん、真っ赤なスカート。後ろから見てもポケの感じとかもすごい可愛いんですけど、裾の広がり方がここまでキュッてなってるんですけど、こっからがちょっとピロピロ広がってる感じで
これもいいな。なんかデザイン性あるものすごい好きなんで、これもシンプルめな T シャツに合わせても絶対おしゃれになりそう。こちらあれですね、ちょっと前と後ろで全然雰囲気の違うワンピースですね。これもこんな感じになりますっていう。いいですよね、普通にスニーカー合わせてもおしゃれ度高い。レジ前にはジャンライトニングがざっと並んでいて、こちらのレザーのバッグとかも並んでますよ。レザーのリュックサックめちゃくちゃかっこいい。で、T シャツコーナーですね。こういうのとか欲しくなるんですよ。こちら背中面なんですけどね、前はめちゃくちゃシンプルだけど。で、こちらも T シャツですね。これさっきも見つけてスタッフさんとかっこいいって言ってたんですけど、アビレックス。このシューもいいな、なんかかっこいいなと思っちゃいますよね。ちょっとキャップとかもこちらにずらっとキャップもあります。こんな感じのキャップだったり、つばがまっすぐタイプもあります。絶対欲しい人いるでしょう。全部皆さん見えてるかわかんないんですけど、ここら辺にずらっといろいろな色もあります。カラー展開がすごい多い。そしてシャツコーナーですね。これさっきからちょっと気になってたんですよ。ここに US アーミーの本物もいるんです。本物というか、これがそのままシャツになってるのがこちらですね。超かわいい。これこういうセットアップもあるんですね。柄が短パンいいですね。やっぱあったかい時期になってくると薄手でさらっと着れるものあるといいですよね。これもめちゃくちゃクールでかっこいいなと思って、こちらセクシーな感じじゃないですか。前は本当にシンプルなんですけど、後ろにこれあったらおしゃれ度マシマシですよね。アビレックス新宿店はなんと2階もあり、2階は革ジャンたくさんなので見に行ってきます。ついに2階に到着します。広いですね、お店が。見てください、このずらっと並ぶ革ジャンたちを。もう飾り方もすごいかっこよくて見応えありました。革ジャンの博物館みたいになってましたね。種類も豊富で本当に皆さん行っていただきたいんですが、こんな感じで横のマークキラキラのやつもありましたよ。そしてゴルフ用品のスペースもあって、なんとゴルフボールのガチャガチャまでありました。着てみたいもの、欲しいものが多すぎるんですが、スタッフさんと協議しながらいくつか試着していきたいと思います。早速着ていきますよ。1着目はこちら。最初から気になっていた T シャツに黒いスカート、そして小さめバッグを合わせました。この T シャツが万能でくびれているので、スカートにインしてもダボつかず、そのまま出してもスタイルよく見えます。スカートも生地感面白くて、途中から裾の広がるデザインが素敵でした。2着目はこちら。パンツに長めの T シャツというラフめなスタイルを作ってみました。このバッグが編み編みのトートなんですけど、一気に夏らしさを出してくれます。このパンツも履きやすくて、このままお散歩行きたくなりました。そして最後はこちら。店頭にもディスプレイされていたワンピース、中の生地は袖なしタイプなんですけど、上の白い生地が半袖丈まであり、涼しさ感じるワンピースでした。そしてなんといってもアシンメトリーなデザインなので、これ1枚で着てもあまりダボっとしている印象にならない優れものでした。はい、全て試着してめちゃくちゃ悩んだんですよ。即決したのはこちらのワンピースです。こっちの丈感が短いのもあって、足長効果もあるような使いやすさ抜群のワンピースをすぐに決めたんですけど、もう一つ何か欲しいなと思って T シャツとカバンで悩んだんですよ。最初の T シャツもすごい形可愛かったんですけど、今回はこのワンピースに合わせてということで、こちらのトートバッグを買うことにしました。カゴバッグ風のね、購入したいと思います。これで夏万全です。さあ、ついにアビレックスさんでのお買い物終了しました。
今回はなんとワンピース手に入れましたよ。ワンピースにすっごい合うバッグも購入させていただいたので、この夏めちゃくちゃヘビロテしたいと思います。レディースグッズだけじゃなくて、お子さん用のベビー服だったり、ワンちゃん用のドッグ服もあったので、ぜひ皆さんチェックしに来てください。ではアビレックスさん、ありがとうございました。バイバイ。皆さんいかがでしたでしょうか。これからもこのチャンネルや SNS などでいろいろなファッションをご紹介させていただきます。チャンネル登録、高評価、コメント、またインスタグラムのフォローなど、ぜひよろしくお願いいたします。またねー。